エアコ盆地。トムソン川は右上に見える。トムソン川はオーストラリアのクイーンズランド州西部にある川。エアコ盆地を流れる川の一つ。探検家、エドモンド・ケネディにより1840年代に命名された。最も北の源流部はチャーターズ・タワーズから内陸に入った場所でトレンス川として始まる。川はまたばらの北でトムソン川となる。また、そこで ランズバラ川、タワーヒル川、コーニッシュ川が合流する。マタバラの南では、アラマック川が、東から、ロングリーチの南では、マネロー川が、西から合流し、ロングリーチの西でランズバラハイウェイが横切る。川は南西に流れ、ロングリーチ、ストーンヘンジ、ジャンダを通過した後、ウィンドラの北でバークー川と合流してクーパー川となる。トムソン川の水が海に注ぐことはなく、 途中で蒸発するか、稀な洪水時には、エアコへ注ぐ。ありがとうございます。